おはようございます。今日は金曜日ですけども、会社が休みなので、家族はもう出かけてしまったんで、今から一人で、朝食をとりたいと思います。まあ大体朝はこんな感じで、トーストにジャムを塗って、カフェオレという感じで簡単に済ませております。それではいただきます。今日はちょっと今から、神戸方面ちょっと出かけてみたいなと思います。さん超えて神戸の方にやってまいりました。港の方がだいぶ見えてるんですけどね、映ってたらいいけど、ちょっと低いかな。ということで、神戸のポートアイランドまでやってきました。今日はアニメーターの、キャラクターデザインとかやってる三木本春彦さんの、展示会が神戸の国際展示場ですか、そこであるっていう、情報を知ったんで、ちょっと今日はそれを見にやってきました。
あいにくの雨がポツポツやってるんですけど、僕傘持ってきてなくて、ちょっとまあ屋根のあるところをうまいこと歩きながら、駐車場から今展示場に向かっております。ここかな、国際展示場。この展示会来たの初めてだから、ちょっと緊張した。ということで、今日はアニメーターで、キャラクターデザインをやられてる、三木本春彦さんの、展示会行ってきました。まあ、ああいうね展示会みたいなとこ行くのをちょっとは初めてやったんで、めっちゃ緊張しましたけども、三木本さんといえば、まあマクロスとか、あとガンダムの0080歩兵戦とか、あとはトップを狙えとか、そのあたりのキャラクターデザインをやられてて、特にまあ80年代から90年代にかけて活躍されてたようなイメージです。まあ最近ね、近年についてはちょっとアニメのことかあんまりそこまで詳しくは知らないんで、まあその後の活躍っていうのはよくは分かってないんですけども、まあ僕ら世代で言えばもうマクロスですよね。マクロスのキャラクターデザインは強烈に印象に残ってて、ちょうど僕が小学校の3年4年ぐらいだったかな、それから劇場版で、5年生の夏休みやったような気がするんで、まあ当時やっぱまあ小学生やったんで、まあ絵を描いたりするのも好きやったんで、マクロスのキャラクターを、描いたりとかして、まあそういう意味では三木本さんの影響っていうか、まあそういうのはすごく受けたなという印象ですね。まあもうね全然絵なんて描けないですし、もう今描けって言われてもできませんけども、まあすごく懐かしいなって思いながら見てました。特に今日の作品の中では女子高生ぐらいの女の子をモチーフにしたような作品がやっぱ多かったんですけども、なんというかこう袖口、顔もねやっぱ可愛いんですけども、こう袖口からこうヒュッと出てる手の感じっていうか、その辺の表現の仕方が僕なんかすごくいいなって思って、その袖のシワの感じとか、その辺の表現がすごくいいなというふうに思いました。あとはまあこう背景とかもいろいろ書かれてたんですけども、なんというか雨のこう降ってるラインだとか、あとはなんかブルーの夜の感じのところにこうグリーンの光がポツポツとあるような、こう明るくふわっとこう淡い感じで光ってる表現とか、その辺のところがすごくいいなと思いました。まあ展示会なんで一応販売もされてたんですけども、まあ安くて30万ぐらい、それから上は70万超えてたんちゃうかなっていうのもあったりで、さすがにちょっとまあ両手は出なかったんですけども、まあ他のねアニメーターの方の作品も
展示販売されてたんですけど、まあ、そこはちょっとまあ軽くさらっと見て、三木本さんのとこだけはまあ3周ぐらいしたかな3周ぐらいして、まあ目に焼き付けて帰ろうって、まあね、カメラで撮って公開できればいいですけど、まあさすがにそういうのはご遠慮くださいって書いてあったんで、今日はまあ行ってきたという報告だけしかできませんけども、まあちょっとまあ懐かしいというか、久しぶりにいいなぁと、いいもの見たなぁという感じで今帰路についております。ということで今から家に帰りたいと思います。今からまた六甲山越えです。